アワープラネット TV の白石はじめです2006年にスタートしたアワープラネット TV のコンタクト去年の7月からはインターネットでの配信だけでなく CS の朝日ニュースターでも放送してきましたしかし朝日ニュースターでの放送は今回が最後となりますこの番組は一見普通の放送に見えますが編集権がアワープラネット TV にある異例の番組でした 公共の電波を市民が自由に使うパブリックアクセスを日本でも実現しようと挑戦した企画ですもちろん先週のように私たちの企画が放送できないといった事態も起きましたがそれでもこの9ヶ月は重要な経験だったと思いますありがとうございますさてその番組最後の今日、う1年8ヶ月ぶりに死刑が執行されました民主党政権としては2度目で死刑が執行されたのは40代の3人です 国際人権 NGO のアムネスティ・インターナショナル日本支部は抗議の声明を発表していますこのほか、今週のニュースです新潟県にある東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号機は二十六日未明定期点検のため発電を停止しましたこれにより、東京電力の原発は柏崎刈羽原発七機のほか事故を起こした福島第一原発六機と 福島第二原発4基の合わせて17すべて17が停止したことになります福島第一原発の事故原因が究明されない中全国に54基ある原発は現在も運転を続けているのは北海道電力泊原発3号機1基だけとなりましたこの3号機も5月5日には定期検査で停止することになっています一方原子力安全委員会は23日 福井県にある関西電力大井原発34号機に関し再稼働の条件とされているストレステストの一時評価について確認書を出しました渡辺員長は今回の確認書について一時評価を妥当としたわけではないとした上で総合的安全評価はあくまで一時評価と二次評価を合わせてやるものでぜひ二次評価までやってほしいと述べましたしかし、か 大井原発の再稼働を進めている原子力安全保安院では地元での説明会開催を急いでいますこれに対して再稼働に反対する市民らは保安院が安全委員会に提出した報告書には制御棒の安全性データに改ざんがあるなどとして福島第一原発事故の検証を生かした安全性の確認をきちんと行うよう求めています派遣労働者の処遇の改善などを狙いとしていた 改正労働者派遣法が28日参議議院本会でで賛成成多数で可決成立しましまた改正労働者派遣法は2008年のリーマンショックにより多くの派遣労働者が仕事を失ったことを受け雇用を安定させるなどを目的に作られたものの衆議院で自民・公明両党の反対にあい大幅に修正され内容は大きく後退しました修正案では 仕事があるときのみ契約を結ぶ登録型派遣を原則禁止とする部分が削除されたほか短期派遣についても修正前は契約期間が2ヶ月以内の派遣を禁止するとしていたものを修正後は30日以内と短縮されましたこれに対し派遣切りにあった当事者の広瀬明美さんは私たちと同じ苦しみをこれ以上増やしたくない 労働者をきちんと救済できる法律にしてほしいと訴えました以上ニュースをお伝えしましたさて朝日ニュースター最後の放送のゲストは内閣広報室審議官の下村健一さんですよろしくお願いいたします今日はあの日本においてのメディアの多様性多元性、はい 確保できるのか、あるいは、うんえー、まあ今までこう挑戦してきたパブリックアクセスが本当にまあ制度として獲得できるのかっていうようなことを含めてお話ししたいと思いますが、はい、よろしくお願いいたします。私もう十年ぐらい考え続けてるテーマですからね。<laughs> はい。はい、でまああの下村さんは今その、えー、まあ菅元総理大臣の強いそのまあ要請で、えー、2010年の10月からですかね。ねはい、えっと内閣広報室ということで、いわば政治の中枢で 候補をするといいう立場にいらしてでその前は市民メディアアドバイザーということで市民メディア同時にそのマスメディアでもキャスターをされたり取材をされたりということで、はい、まあいろんなまあ立場で情報とかメディアにまあ関わってらっしゃったと思うんですけれども、えーまあ、あの3月11日以降にですねあのまあ総理と一緒にそのまあ原発に原発に 行かかれたりといろいろしてますけれどもこの,あの1年半を振り返ってどういうふうにまずお感じになっているかその、まあ、市民メディアから離れて、えーえー、政治の中枢でどういうことをお感じになっていらっしゃいますかそれ本題に入りたいんだけど、ね、ちょっとと一言言いたいたことなんないです私うあのもう嬉しくてしょうがないことが最近あったんですけど、はい、もうずっとですね10年前 TBS をやめた頃から社員辞やめた頃からあちこちで応援してきた市民メディアの。 まあ、一つが白石さんたちのねアワープラだったわけだけどその白石さんがあの放送ウマン賞放送ウマン大賞あ,あ,ありがとうございます <laughs> これはいや本当うれしかったですこれ聞いた時にだから本当にねその時の様子って何かあ,あんのかなあのあ今日あ,あのえっ、ー、と2週間前の3月、ええ 14日の日にこういうまあ表彰式があって、ええ、私も初めてこういうところであのまさか、アワプラの活動でこのまあ放送オーマンションていうのはどちらかというと本当にあの地上波局の大手で非常に優れた番組をやってらっしゃる方とか、ねええ、あとはまあ本当に黒柳徹子さんとかそういう大物が取ってきたものなので私たちのような市民メディアが取るようなものじゃないと思ってたんですけれども。だから本当にある意味その市民メディアって もう私も市民メディアアドバイザーですって言うたびに何それと言われ続けた10年間だったわけですけどもこうやってそのメディアの中の一つの柱としてねがんとこう認められてきたっていうことのすごいシンボリックな出来事でいや嬉しかったですすよ、うん、あ,ありがとうございま本当に多分そういう意味では時代のこう変わり目ではあるのかなっていうふうにはもらっていいのかなっていう気持ちとともにそういう受け止め方は。 確かにね一瞬僕もその,あのまあ主な評価された活動やっぱり福島のことだったわけだからあのことをその「おめでとうありがとう」って言葉で語っていいのかっていうのはあるけれど、うん、いわばそのあの現場の声を市民の立場から使える伝えるっていう活動の全体の代表としてもらったような形だなと僕は思ったから、うん、あ,のあ,あそこの現場から伝えてた人たちみんなが。 賞の一かけらずつをもらったっていうふうに捉えればいいかなと思ってますけどね。うん、そうかもしれません。えー、そう考えるとあのちょっとこれの後にそのあの下村さんがまあ政治の中枢にいらして広報っていうことなんですけど、えー、まあそういうこういろんな立場にいらっしゃるってことも一つこうなんか時代っていうかこれが多分10年20年前だとこういうふうにいること自体がありえないのかなと思って、うんうん、あの話が戻りますけども、はい、そうするとそのいろんなメディアに関わってらしてそしてこの 政治の中枢で、ええ、え菅総理、すごい叩かれたりあのいろんなこうメディアの発信も難しいところもあったり、ええと思いますけれどもこの、まあ、2010年から1年半ぐらいの間というのは立場逆になってあのどういうことをやっぱりそのメディアの側に既存のメディアの側にいたときには、ね、なんで政府ってこんなに分かりにくい言葉をわざわざ使うんだろうと。うんうん 伝わらない言葉を言ってもそれは不思議で不思議でしょうがなかったわけですよ。えー、で実際に入ってみてそれは分かったこれがあの一つの大きな発見だったんですけどもつまりあのやっぱり三つ理由大きな理由はあって一つはやっぱり公平原則政府たるもの,あの完璧なあの発言をしなきゃいけない省略が許されない。あの何々にについてってっっパッと言った時に 俺たちのことが抜けてるじゃないかみたいなことでそのある例えば政策の説明をするとその政策の関係者はみんなに目配りしてるかっていうようなことで、うん、言葉がものすごく細かくチェックされるんですよテニオハマでそれをやってるうちにい、うん、わばもう作ったものを全部食べてくださいみたいな発信になっちゃってこう情報のプライオリティをこを<う>がっちりこうコンセプトで出していくっていうのがすごい難しいっていうことなんですね我々普通にメディアでやってる時はまあ8割伝わったらいいなと思うでしょ、うん そうしなないいと伝わららっって分かってるかかるでもやっぱり割じゃゃななきいいけないんでですよ、うん、でもそれと帰って伝わってない,っていう,う結局だからゼロになっちゃったりするというねそれ,、うん、それとあとはやっぱりじゃあその完璧なあの漏れのない省略の仕方ができるかっていったらそれはもう発信のプロ人が必要、うん、それから体制としての,そのいろんな,な,んていうな情報発信の例えば仕組みとかを作ったり手段を用意したりとかっていうことでお金も必要この人と金が決定的に足りない。 これねもっと増やしましょうよと政府がやったこと分かんないってみんな言ってんだから広報とか増員してどんどん体制を強化しようと言っていたらできるわけないじゃんと言われてなぜなら今公務員は減らせと人件費も減らせと言われてる中でそれはみんな勝っただからむしろこれから広報ももっと寂しくなる厳しくなるかもしれないな、うん、そういう流れがありますね。 あのー、私がこう思っているのは今、例えばそのさっき出たような大井原発の再稼働の問題でも、うん、例えばその、えーまあ、内閣府じゃないですけれども例えば保安委員それから安全委員会もそうですけれども例えば傍聴の、ね、人たちをやじするからということで別室にしたりとかあるいはその、まあ、今回大きく報道もされましたけれども原子力、えー、災害対策本部で、えー 議事録が残ってなかっ,たっていうようななかかたとといいうううよこのを、まあ、全体を見てると、まあ、情報とかメディアとかあるいはこう国民の知る権利とかっていうことに対して、まあ、今その候補の増員もそうなんですけれども、えー、そもそもにおいてその情報がすごく重要とかあるいはそれ自体をどういうふうにやっていくかっていうことが実はその民主主義っていうのは あの結果も重要だけどプロセスが重要じゃないですか、はい、そのプロセスを見せていくために、まあ、とってもそれが重要なわけですけれどもそこのところの意識がちょっとあのちょっとじゃなくてかなりですね日本の場合はやはり弱いんではないかとここのところがやっぱり根本的に日本のもしかしたら民主主義全体として問題なのかなというふうに思うんですけどそこら辺はどうですか。うかかですすやっっっっぱり入ってててててららごくあの広報関係ののの人たちに私が言って分かってもらおうとして伝えてるのはその あの伝える広報じゃなくて「伝わる広報をやってくれよと「うん、絵」と「あと一文字の違いだけどこれはすごく大きくてだからいやこれちゃんとこういうところであのホームページの,この端っこに載ってますから。 じゃあダメなんですね。それは伝える広報で伝えてはいるけど伝わってはいないんで。うんうん、伝えようと思ってるかもかなりあのあクエスチョンなんですよね。だからやっぱりそこがなんていうかスピリットをねちゃんとあの持たなきゃばダメだっていうことは繰り返し今あのいろんな広報に携わる方々に伝えてあの少しずつ分かってくれる人が増えてきてるっていう手応えはあります。うん、なかなか表に出るところはわずかずつではあるけれど。うん。うん でもなんかこう全体のその意識っていうかはどこかでこう培わないとやっぱこう中に入っていかないのかなと思ってそれこそあの子どもの時からの教育みたいなね中でやっぱり例えばいわゆるメディアリテラシーっていうのが日本では不十分ですけれどもどこかそういうものがこう中に入り込んでないのかなっていうことをメディアリテラシー足りないのはもう日本中ですからね。あのもう最初に年に年 僕は TBS やめる時の最後の番組で「ニュース2 3で「カナダにはメディアリテラシーというカリキュラムがあるんだよ」と放送した「何それ?」って言われたけれどあれ以降ほとんど進んでないと思ってますまあこの1年半であの理由はともあれ進みましたけどね必要に迫られてある程度だけどやっぱりそれはあの国中が足りなくてそ,れと同じその繁栄として霞が関にもとても足りないそれを思います でもそれ子どもの教育からって言ってたら待ってらんないですからね,今,ね今この霞が関をどう変えていくかっていうのは大変ですなんか私はあの今回あの、まあ、私たちのような独立系の、ね、市民メディアとかっていうふうになってくると例えば、その。 福島第一原発の、ええまあ、プラントそのものの取材とかになってくると、まあ、中に取材できないわけなんですよね、今だと一応その、まあ、この間のニコニコ動画とそれから IWJ という、まあ、新しいメディア現地には行っているんですけれども、はい、でも、まあ、フリーランスとか、まあ、私たちとかまだ中に入れてないんですけど逆に言うとその発信する側がこう映像提供しているという。 あの形がある中でそれそのものをもうちょっとこう改善するっていうか提供するなりの,そのやり方っていうのを培ってほしいなというふうに思っていて、うん、まあさっきの,その教育の一環かもしれないんですけど、ええ、私たちこう映像ワークショップとか普段やってるので、ええ、映像ワークショップを例えば保安院とか新しくできる原子力規制庁が受けて、ええ、もっとね歴史的に規制庁の人たちが。だからその 結局メディアリテラシーって2つその読み解くっていうことと、ええ、それこれはあの私たちのやっているワークショップの、ええ、様子ですけれどもはい、はい、例えばその韓国なんかですとあの私たちのような独立系の,あのメディアというか、まあ、メディアクトという大きな団体があるんですけど、ええ、そこが軍隊に映像ワークショップをやっているんですね。 市,市民団体が軍隊にそうなんですですそれはまあその市民団体の方からの提案で、はあはあ、今こうあの映像が映ってますけどあこれですかはい、ええ、あの軍隊の人たちにその映像ワークショップをやってこれはもちろんあの理由はあの福島第一原発のように映像を記録しろっていうのとはちょっとあの意味合いが違うんですけれども、ええ、でもそのメディアを自分たちでこう発信する立場っていうのをこの。 まあこれは若い世代なんですけど軍隊の中の人たちもこう学ぶことによっていろんなリテラシーが高まるんじゃないかということで実際これすすごいい効果があ,のあるらしいんですね実際に軍,軍隊が取ったものがなんかウェブサイトで見られたりすするんですかあのそういうふうに共有したり上映会したりとかってあ<ー>、まあ、だからその例えば、あの原子力、まあ、今度、規制庁ができると、はい、で福島第一原発の様子なんかもこう社会に今どういう状況にあるのかっていうのを まあ、チェックしたり伝えたりしていく必要があるわけですよね。ええ、で、その中で、まあ、あの各プラントそうですけれども。あの、ただカメラをボタンを押して、撮ったものを提供するんじゃなくて。今までの映像ってそうなんですよ。私たちがもらっても、んなんかちょっと。一応映ってるけど、なんていうか、こう部分でしかないし状況がよくわからない。状況がわからない。で、本来何のためにビデオを持ち込んで、写真を、あの、ビデオを撮るのか、あるいは写真を撮るのかっていう。その意味合いからして、こう、なんていうの。 理解してしてほいんですねそうするとそのなんこう全体像を伝えなきゃいけない意味とか、うん、あの先ほどの話なんですけどそういうことが理解もされるだろうし、まあ、私たちもあのそれが伝わるからなんか次のステップとして<ー>もしかすると。あの 公務員の方々がビデオを回すワークショップを受けるとかそういうことがあ<ー>まあ一般の市民の人たちっていうのはもう今もうあのどんどん受けるようになって最近はもう弁護士さんとかお医者さんとかあのもちろん普通のアルバイトの方とかねいろんな方々が私たちの映像ワークショップにこう受けに来てくださってあ<ー>まあ実際には警察の官の方とかも個人的にはいらしてるんですけど組織としてもなんかそういうものにこう加わってくると何かこう。 抜本的に何かかが変わるっていうかただのこう教え込み方がね、ええ、体で覚えるんじゃないかっていうのが<ー>ちょっと最近アイディアでそれ面白いですねあのそ,それに近いことは実はあの始まっていて今気が付いたんだけど、ね、いや今言われて気が付いたんだけどわ私がやってることっていうのがまさにそれに近くて、うん、要するにあのいろんな こういうふういふににビビデデオオ要するる、まあ、は撮ってんですよ総理のの一日動きとかはい、はい、もうすででにねでもそ今まではそれを全くノー編集でホームページ上に出したりとかしててうん、うん、大変その何を伝えたいのか分かりづらかった、うん、だからこれこうこうこういう趣旨で編集してみたらというようなことを言ってそれもあの全部こっちが言うんじゃなくてやってみてあのじっと見ててこれだとこういう点が伝わらないでしょっていうような。うん いわわばワークショップ今やってますわ内閣候補室のでじゃあそれももしかすると他の省庁にも広がっていくと、うん、つまり編集するっていうことはどういうことなのかとか、ええ、体で覚えていかないと発信する意味とか伝わったっていう感覚がこうなんか得られないんじゃないかっていうそういうことの必要性も学べるしあとやっぱりテレビカメラを持つということでカメラを持ってる本人になんかいわば第三者の視点が生まれるじゃないですか。うん 実はあの私もそこがすごい重要なんじゃないかなと思っていて、ね、今までの写真というのはそのあのカメラを本当になんていうか、えー、いわゆる監視カメラ的に撮ってるだけなわけですよねうん、うん、ただボタンを押して、はい、そうじゃなくて、はい、伝えるための映像っていうふうに考えた段階で非常にその。 なんていうか主体的な担い手になるというか恐らくそういう意識の変化があってで客観的になるということはこう言ってはなんですけど公共的な立場になるんじゃないかとつまり政府のこういう国策のための人間からなんかより市民的な公共的な,こうなんうかあの記録者に変化するんじゃないかなというふうに思うんですよね。 政府の発信というのはその点でやっぱりかなり意識があの進んでいて私が一番ショックを受けたのはあの例のオサマ・ビンラディンの隠れ家に突入した時の報道でその映像を食い入るように見ているオバマ大統領やクリントン長官たちの写真が報道で出たじゃないですか。ということはああいうものすごい緊迫した場面でホワイトハウスの中枢の部屋に これは映像を残さなきゃいけないって言ってカメラマンを入れようっていう判断をその前に誰かがしてるわけですよね。かななりそれ報道的でも、うん、そうやってねあの日本だったらどうかって言ったら、はい、総理執務室にカメラなんか入れようって言ったら、はい、出てけってなるわけです絶対にだからやっぱりそこにそのこういうシーンをちゃんと伝えなきゃみたいな発想がそもそもない、うんうん、逆に日本だと例えば震災が起きて翌朝総理がヘリで乗るっていうからじゃあ ちゃんとその様子はねこれから数時間総理行方不明ですよなみながらビデオ撮りますということで広報たる私がビデオを撮るわけですよねそうするとこんな時までカンナートのパフォーマンスに加担したと言って中間誌で永久戦犯にされたりするわけですよ <laughs> だから本当にそのつまり全然映像で政府のやってることを伝えるっていうことの意味が、うん 国民みんなにも分かってないしうん、うん、候補側は総理のパフォーマンスじゃないですからねそこら辺、ね、みんなで意識変えていかなきゃダメだとは思いますねうん、うん、あの逆に言うと、まあ、今回、震災の中でね、えー、市民の中のメディアというのはすごく力を発揮して、はい、だからあの映像の記録者とかあるいは地域の声の担い手というところに意識のある人たちはやはり、まあ、同じように、えー、多分、その立場は違うんですけれども。 あの記録して発信するということがすごくあの行われたと思うんですけど、はい、そこはあのどのようにお感じになりましたか、うん、それは本当に進んできたと思いますであの私もあの例えば福島の、ね、市民放射の研究所とかあの行ったりとかもさせてもらったりしましたそれであのもうどん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 ああいう発信が出てくるっていうことはあのなんていうの金太郎アメの断面の数が増えるんじゃない。 それぞれぞ違った断面からの情報が豊かに増えていくことでしょうそれは本当に大事で私がこうやっていわばそのためらいなく政府の候補っていう立場に今立てているのもそういういろんな発信がほかにちゃんとあってくれるからですよ。 つまりあの一部の人にね言われたのは「お前その権力の犬になった」とかねあちら側に行ってしまったって言われるんだけども私もでもまあ,あの文句はしょっちゅう言ってますけどねそれは大事なの文句言うのは大事なのだけどあの大本営発表に加担してるのかって言われるんですけど大本営発表のと今の決定的な違いはね大本営発表っていうのはこれだけが本当ですこれを信じなさいっていうのが大本営発表だと。 今はそれこそ白石さんとかいろんな人がいろんな発信をしてる中の一つで政府はこう思ってやってますっていう発信が出てるんで,で他ががあるってすすごい重要なんですよだからそういう意味でこういう豊かなアングルの発信市民メディアあり大手メディアありいわば政府メディアありっていう状況はすごく大事だと思う、うん。ね、確かにそそうですね、まあ、今回その まあ災害ではコミュニティラジオというのが本当にあの沿岸部にたくさんできてまあこれは本当にあの15年前の阪神・淡路大震災からするともうあの時は海賊放送でやってたものがむしろ政府のお墨付きでいち早く次々に立ち上がったというのがありましたそれからそのインターネットで見ればもう本当にまあ私たちもそうですけど全国の人たちが SNS を使ったりとかあるいは自分たちのいろいろな媒体を使って発信したと。で 一番その取り残されがちなそ,のまあそういうものが使えない人たちに対しても例えば、壁新聞を作ったりちょっと今日手元にあのこの福島の人たちが作っているハッピーアイランド新聞というのをあの持ってきたんですけどこういう、これはあの20万部発行して寒波で作ってるみたいなんですけどインターネットで載ってるような情報が届かないような人たちにその情報をこんなまあ可愛い形であの伝えていこうということでまああの編集されて。 たくさん配っていると。で、これ、こういう動きは、私も政府にも入れなきゃいけないなと思ってたんで、うん、実はね。まあ、ほとんど知られてないですけども。政府広報も、壁新聞作ってたんですよ。そうですよね。直後から作り始めて。辻さんがよくこう、ピーしてましたけどそうそうそう。あの、辻元さんに、言われたんですよ。今、大事なのはね、で、これ、震災が起きて数日後ですけど。今、日地に必要なのは、水と食料と情報。うん、と言われて。 情報も同じくらい必死でで伝えろとで壁新聞を作ってもうだっていくら特設ホームページとか作ったけどそれはすごいアクセスだったけどほないですもんねノートブックパソコンとか被災地にないですよね電気自体も怪しかったホームページ作ってもしょうがないだから壁新聞どんどん作りました、うん、それからコミュニティ FM でも枝野当時の官房長官が毎日 5分間の発信をしてたんです実はあ、そうなんですね知らないでしょうこれ。あのね東京 FM で枠をもらってら毎日土日も含めて毎日5分の震災情報鑑定発という番組をやってたらこれはいいって言うんで東京 FM の番組なのに AM 各局が乗っかってそれから地元のコミュニティ FM がみんな乗っかって要は違った種類のラジオのネットワークができたんですよこれって逆に市民メディア的発想の政府メディアへの進出だと思う,うこういうことがこれからどんどん 増えててっったらいいなと思まああの今ですね、まあ、あの日本の場合っていうのはとにかくこう既存のテレビとか新聞を中心にした、はい、系列化されたの大手メディアっていうのがとってもまあとにかく影響力は強いというのはもう,う、ね、あの揺るがない、はい、それによってまあいろんなものも決まってしまうっていうかそういうものの影響力でいろんなものが決まってしまうんですけどあのいろんなその立場の人たちが。うん 自分自身の立場でものを見て発信するっていうのがやっぱり本当にこれから必要だなというふうに思って<う>いるんですけどただね、あのー、最近、市民メディアもでももう一個突き抜けなきゃいけないなと思っているのはちょっと一個だけいいですかの市民メディアはフリップに金かけちゃいけないこれノートで作ってきたんだけど意図的な編集のマスメディアに対して無編集の魅力で市民メディアってバーっと今出てきていると思うんですよ。よだけど 本当にこここれれととが対峙するのののかなと僕この頃思ってんのはね意図的編集の向こうにあるのは別の意図的編集があるべきなんじゃないかとつまり無編集のだらだらの例えば2時間の記者会見とか見れる人はなかなかいない。だからやっぱりここで無編集はこの下で両方に対するね材料を出すものであってねこっちではや違った視点から編集してみましたってやっぱり分かりやすくする努力っていうのは ここに一歩進んでいけるかどうかが今すごく大きな分水嶺に来ていると思う。うん あの確かにあのそこのところ重要だというふうに思ってるんですけれども、はい、そのためにはやはり編集していくための力をつける、うん、支える仕組みっていうのが市民のために必要なんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で,ね、はいはい、でちょうど、まあ、4月11日なんですけれどもあの私たち「アープレン l a n e t v 主催で東京都の文京区にある文京シビックセンターのショーホールで、うんえー、シンポジウムポスト3.1時代の、えー、メディアとは 公共的なメディアを取り戻す作戦会議というのを企画していてそこら辺を考えてみたいと思っているのでその日の本業次第ですけどね本業といえばですね私も本当にこの内閣候補室入ってやっぱり政府の言葉をわかりやすく国民に伝えるために行ったのに今、現にそれができていないということについては。 非力で申しし訳ありませんもうお詫びななきゃいけないけと思ってますだからあのでも人気いっぱいもともと民間登用だから2年間なんですけどあのギリギリまで努力は続けたいと思ってますんで、えー、同じように市民メディアの側も努力を続けてほしい白石さんも頑張ってこういう番組を いろんな形で続けてください。はい、本当にあの、はい、インターネットではまだまだ続きます。え次回の配信は4月9日。え先週できなかった検証テレビは原発事故をどう伝えたかをインターネットで配信します。えぜひサイトをチェックしてください。